そんな女いねえよ。マジで？マジなんだよ。全然信用できねえよ。たまたま会っちゃったってなんだよ。なんで私がいない時に会うんだよ。全部本当のこと言ってるのに。本当のこと言えば言うほど俺と吉野の心の距離が離れてくじゃん。なんで？名言出ました。認めましょう。どうせその女と連絡取ってんだろ。取ってないよ。じゃあ分かった、今連絡先消すから見てよ。 SNS でいくらでも連絡取る方法なんてあるでしょ。 SNS でいくらでも連絡取る方法なんてあるでしょ。ビンゴ。好きでもない怖い女に付きまとわれてるだけなのに、なんで俺がこんなに責められないといけないんだよ。あんた優しいから。優しさは人を傷つけることだってあるんだよ。名言出ました。認めましょう。私だってヤサ君が好きだよ。好きだけど、なんか起きてることが異常だよ。理解できないよ。俺だって理解できないよ。俺は全部ただの被害者なのに。そうやっていつも受け身で被害者面してんじゃん。ヤサ君は解決しようとしてよ。もっと本気出してよ。本気出してるよ。俺はいつだって本気だよ。名言出ました。真偽。あいついつでも本気？そうですね。保留で。あいつらさ、俺たちいるの忘れてんのかな。声でかすぎ。冷房壊れてるから。なおそ。精神衛生上良くないよ。そうだね。認めましょう。お前やってんな。いや、本気の真似。だから言ってんだよ。もう一回見て。あ？認めましょう。全然似てません。